パルダスユラストゥンツリ国立公園はフィンランドで3番目に最大の国立公園で敷地面積は1020平方キロメートルです。エノンテキオシ、キッティナシ、コラリシ、ムオニオシにまたがる国立公園はニシラップランドに一致します。パルダスユラストゥンツリ国立公園の景観は約100キロメートルに及ぶコーチオネとスカンジナビア信用樹林帯の大河です。 パッラスユラトゥンツリ国立公園は訪問者数においてはフィンランドで最多の国立公園です。2019年の訪問者数は56万1200人です。国立公園の人気の理由は様々です。訪問者アンケートによるとパッラスユラストゥンツリ国立公園を訪れる方は国立公園の景観、広範囲にわたるハイキングコースやスキーコース、 清潔さや安全性を特に評価しています。パルダストゥントゥリの景観はフィンランド国立公園景観の一つに選ばれました。パルダスユラストゥントゥリ国立公園には様々なレベルのハイカーに合ったハイキングやスキーコースが数十カ所あります。道中で国立公園内の変化に富んだ自然の景観を楽しむことができます。コースの一部はトゥントゥリの頂上まで続き、また 公園内の森の自然や湿原の景観を楽しめるところもあります。国立公園内では、徒歩、マウンテンバイク、カヌー、スキー、スノーシューなど運動をしながら移動します。ハイキングコースが多様で、日帰りハイキングから数日にわたるトレッキングまで、様々な距離のハイキングが可能です。パルダスユラストゥントリ国立公園では、日帰りハイキングでトゥントゥリを登頂することも可能です。 人気の日帰りハイキングは、ピュハケロ日帰りハイキング、タイバスケロコース、ピルンクルンポンネストゥスコース、バルカーンクルン道、ケサンキーアルビコース、トゥオミクルンコースなどです。大半のコースは、一周でき、道中に公共休憩所があります。ゴアティ、差し掛け小屋、キャンプファイヤー場、絶景スポット、アバラや山小屋を休憩所として整備しています。 国立公園内の標識付きサマーハイキングコースの距離は、総計 340km にも及びます。さらに、国立公園付近のサマーハイキングコースは、総計約 200km になります。マウンテンバイクは、例外を除き、標識付きサマーハイキングコースで可能です。スキーコースは、約 500km にも及び、ウィンターハイキングコースは、約 100km です。 ウィンターハイキングの散策方法として、徒歩、スノーシュー、マウンテンバイクが可能です。最も有名な国立公園のコースは、フィンランドで最古の標識付きコースの減ったパンラスコース、です。コースは、1934年に整備されました。およそ 50km にわたる減ったパンラスコースは、両方面から散策できます。コースは、トゥントゥリの高地と峡谷を通ります。 トゥントゥリの頂上へも続くコースの道中には公共のあばらやと山小屋があります。パンラスユラストゥントゥリ国立公園の景観の特性は大昔に形成された終局山地の名残からなるコーチオネです。現在の丸みを帯びたトゥントゥリは終局山地の頭部が侵食されて形成されました。国立公園の最高峰はパラストゥントリのタイバスケロで最高地点の標高は 809メートルです。その他の山頂として、ピュハケロ、ルミケロ、ラウクケロ、パルカスケロがあります。ケロとは、樹木のない丸みを帯びたトゥントゥリの頭部のことです。パンラスユラストゥントリ国立公園の自然は、多様で変化に富んでいます。公園内には、湿原、大河、原生林、ゲ山、雑木林など様々な種類のビオトープがあります。国立公園では、 植物が生い茂っています。国立公園内では、松、頭皮、ヨーロッパだけカンバが主として生育しています。樹木のないトゥンツリ地区で、典型的な植物は、ヒメカンバ、岩梅、アルパインベアベリー、西洋岩コーラなどの低木です。豊富な栄養分が含まれた、小川付近の森林には、ラップランドのフサスグリ、草サ鉄、西洋陶器、西洋ニシバリなどが生育しています。 大河では特にビルベリーやリンゴンベリーなどのアテイボクが生育しています。古く湿った原生林ではウッドクレインズビルやエゾゴゼンタチバナ、また多くの珍しいコケ類やキノコ類が生育しています。湿原はトゥントゥリや新葉樹林に加えてパンラスユラストゥントリ国立公園の代表的な景観です。湿原ではマーシュラブラドルキー、ワタスゲ、 コロムイチゴ、黒豆の木など、湿地植物が生育しています。石灰が含まれる地域では、珍しい卵などが生育しています。国立公園内には、湖、池、小川が多数あります。公園内最大の湖は、パンラスヤルビコで、パンラストゥントリ自然センターから南東にあります。国立公園内では、トナカイやヘラジカなど大型哺乳類にも出会う機会があります。 特に、トナカイは、トゥントゥリや湿原地区を、カキの生息地とします。典型的な哺乳類として、ウサギ、キツネ、マツテン、ノルウェーレミング、様々なモグラや、リスの種なども生息しています。フィンランド最大の肉食動物は、パンラスユ、ラストゥントリ国立公園地区を生息地とするクマと、大山猫です。 パルダスユラストゥントリ国立公園で北部と南部の鳥類が出会います。北部の鳥類はライチョ鳥、カラフトライチョ鳥、コバシチドリです。栄養豊富な頭皮森ではクロウタドリや森シクインなど南部の鳥類が生息しています。森では様々な種類のシジュウから赤カ,カケス、銀山ンンマシコなどが生息しています。 モグラが多く生息しているので、フクロウやタカも多数生息しています。小川付近で主に生息している胸白川ガラスは、冬でも流れる小川へ潜って、餌を捕獲します。国立公園内で見られる鳥類としては、小川コマドリ、タカブシギ、ツメナガセキレイ、エリマキシギ、ツルシギ、アイなどがあります。北極圏の北部に位置するパルダスユダストゥントリ、 国立公園の位置から生じる典型的な気象現象と自然現象が四季の変化に影響をもたらしています。冬季は12月から1月にかけての極夜や降雪、また氷点下30度にも下がり、日照時間はわずかです。雲のない晴れた冬の夜空では天体やオーロラを観測できる機会もあります。 国立公園の積雪が一番深い時期は3月から4月で、トゥントゥリア森での積雪量は1メートル以上にもなります。初春の頃には日照時間がどんどん長くなっていきます。春には雪が溶け始め、日照時間もさらに長くなっていきます。夏は6月中旬に始まり、6月から7月にかけて、白夜になります。白夜では、 太陽が地平線から下に沈みません。紅葉は西ラップランドのトゥントリで9月中旬頃から始まりに3週間続きます。初雪は10月中旬頃に降りますが、特にパンラス・オーナストゥントリ地区では6月にもにわか雪が降ることがあります。パンラス・ユラストゥントリ国立公園に ヨーロピアンチャーター1証明書が2013年2018年と2019年2023年にかけて承認されました。証明書はヨーロッパ自然保護区協会ユーロパークアイが承認しました。フィンランドのすべての国立公園ではゴミのないハイキングのルールを遵守しています。ゴミのないハイキングの目標はハイカーが自身のゴミを集め 公共エコポイントで破棄することです。このようにして自然に残された廃棄物量を少なくする努力をしています。ゴミ分別のためにパラストゥントリ、トゥントリラッピ、ユッラストゥントリの自然センターにはエコポイントがあり、そこで腰紙、段ボール廃棄物、ガラス廃棄物、金属廃棄物、乾電池廃棄物を破棄することができます。生物系廃棄物は 乾式トイレで対比でき、少量の小さなゴミは焚き火場で焼却できます。パルダスユラストゥントリ国立公園では、フィンランド気象研究所サンマルトゥントリ測定局によって空気質指数が計測されています。風の情報によると、サンマルトゥントリにある測定局は、世界空気質指数を測定するつぼねの一つです。国立公園内での浮遊粒子状物質は、 4グラムマイ立方メートル以下です。パラスユラストゥントリ国立公園には自然センターが3カ所あります。ユラストゥントリ自然センターケロカス、パラストゥントリ自然センター、ヘタノトゥントリラッピ自然センターです。自然センターの案内所係員が国立公園とハイキングについて案内します。自然センターのミンエラマ展示、森からトゥントリエ展示、ベウフジジェス、 遊牧民展示ではその地域の自然と文化を紹介しています。自然センターでは映画や芸術展示を鑑賞することもできます。来館者は自然に関する商品を購入することもできます。フィンランドで国立公園設立というアイデアは1910年に初めて提案されました。当時森林保護委員会は国立公園設立の候補として パッラストゥントリとペルコセンニエミのピュハトゥントリを提案しました。フィンランドの植物学者カール・ロリンコラはパッラストゥントリ地区に国立公園を設立することを自身の意見として強く提案しました。パッラス・オーナストゥントリで設立予定の一般自然保護地区についての提案は1928年議会で承認され様々な報告や提案を得て 最終的に1938年、フィンランド初の国立公園が設立されました。その初の国立公園の一つとして、パッラス・オーナストゥントリ国立公園もあります。パッラス・ユラストゥントリ国立公園地区には、1930年にまで遡る旅行の歴史があり、その当時オーナストゥントリのピュハケロとパッラストゥントリで、トゥントリスキークラスの開催を始めました。 アカスロンポロへの旅行も同時期に一般化されました。パルダスユラストゥントリ国立公園は2005年に設立されました。新国立公園には、旧パルダスユダストゥントリ国立公園、ユダスアーケヌストゥントリ、古い森林地区や、出現保護プログラム地区などその周辺地域の様々な保護地区が含まれています。同時に、 パンラス・オーナストゥントリ国立公園を廃止しました。新国立公園の面積は1022平方キロメートルになりました。ありがとうございます。